旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。こんにちは、旅行の達人のジュミーです。今日はパースのおすすめ観光スポット15選をお伝えいたします。オーストラリアのパースは世界で住みやすい街ランキングにも常に上位に選出され、世界で一番美しく住みやすいと言われています。そして住まいだけでなく、公園やリゾートビーチなどたくさんの観光スポットも揃っています。野生のペンギンに出会えるペンギン島やワオキツネザルがいるパース動物園なども注目ですね。今回はオーストラリアのパースにおける人気の観光スポット15選をご案内させていただきます。まず最初にご紹介させていただくのはペンギン島。ペンギン島はパースの町から南へ50キロほどのところにある島です。野生のフェアリーペンギンが暮らしていることで有名な島なんですよ。現在では野生のペンギンと遭遇することはかなり難しくなっていますが、ビジターセンター内においてペンギンたちに会うことができます。またペンギン以外の野生動物の姿を見ることができるスポットでもあるんです。穏やかな入り江でイルカと一緒に泳いだりすることもできます。ペンギン島まではボートで行くのですが、干潮時には島まで歩いて渡ることもできます。次にご紹介させていただくのはパース動物園。パース動物園はスワン川対岸のサウスパースにある1898年オープンの歴史がある動物園です。パース動物園ではオーストラリアに生息しているコアラやカンガルーなどの280種類もの動物たちを見ることができます。ワラビーなどは放し飼いになっていて直接に触れ合うこともできるんですよ。また注目なのがパース動物園で生まれたワオキツネザル。絶滅危惧種に指定されている貴重な動物です。生息するエリアごとに分類がされているので、とっても見学がしやすいですよ。限りなく自然に近い環境で管理されていますので、動物たちの自然の生態を楽しむことができる動物園です。次にご紹介させていただくのはロットネスト島。ロットネスト島はパースからフェリーに乗って90分ほどで到着できるリゾートアイランドです。透明度に優れた美しい海に囲まれていることから人気の観光スポットになっています。シュノーケリング、サーフィン、ダイビングなどの様々なマリンスポーツも楽しめます。美しい海の中では日本では見ることのできない種類の熱帯魚たちがたくさん泳いでいます。さらにはイルカやクジラに会えるツアーなどもあります。ロットネスト島ではピカチュウのモデルとなったクオッカという可愛い小動物も生息しているので、運が良ければ出会えるかもしれませんね。次にご紹介させていただくのはキングスパーク。キングスパークはパース市内中心部にある広大な公園です。その大きさはなんと東京ドーム80個分です。園内には植物園や戦争記念碑などがあって、のんびりと過ごせます。さらにはバーベキュー施設や子ども向けのファミリーパークも完備されていますので、家族連れや大人の方から子どもさんまでが楽しめる公園になっています。園内にある並木道や四季ごとに咲き誇る花々を見ながらの散策はとっても気持ちがいいですよ。公園内にはカフェやレストランもあるので休憩も大丈夫。展望台からは市内を一望できる絶景も見られます。特に夜景は素晴らしいです。次にご紹介させていただくのはシャークベイ。1991年西オーストラリアエリアにおいて初めて世界遺産に登録されたのがシャークベイなんです。シャークベイは世界最大の海藻の森としても有名なんですよ。世界最古の生き物とされるストロマトライトという藻もここで見られます。また藻を餌としているジュゴンの世界最大の生息地でもあるんです。モンキーマイヤではイルカとの触れ合いもできますし、ダークハートッグやペロン半島ではウミガメの産卵に立ち会うこともできるんです。シャークベイには320種類以上もの海洋生物が生息しており、さまざまな動物と触れ合えます。次にご紹介させていただくのはピナクルズ。ピナクルズとは南蛮国立公園内にある石灰が溶解してできた奇岩群のこと。奇妙な形をしたたくさんの岩が砂漠のあちらこちらで見られます。その景観はとっても神秘的で、どこかの異質な空間に迷い込んでしまったかのようです。まさに地球以外の惑星に瞬間移動したかのような錯覚に陥ってしまいますね。
そんなピナクルズなのですが、現在でもなお風の影響を受けてその形状に変化を見せているんです。まさに今しか見られない光景が訪れる皆さんを迎えてくれます。次にご紹介させていただくのはスワン川。スワン川は西オーストラリアの南西部を流れる川で、パースの南西 15km ほど先にあるフリーマントルを通りインド洋へ流れ着きます。川の名称になっているスワンはオランダ人探検家のウィレム・ド・ブラミングが名付けたもので、ブラックスワンが川に生息しているのを見てつけたそうです。川の上流部分では川幅も狭くて水深も浅いのですが、下流に行くに従って川幅も広くなり水深も深くなってきます。パースからフリーマントルの区間ではスワン川クルーズのツアーがたくさん企画されています。予算や予定に合うツアーに参加するのもいいですね。次にご紹介させていただくのはロンドンコート。ロンドンコートはヨーロッパ風の建物が並ぶおしゃれなショッピングアーケード街です。パースの中心部にあってとっても便利ですよ。立ち並ぶ建物は16世紀のチューダー王朝時代の建物がモデルになっています。道幅が狭いアーケード街ですが、屋根がないので開放感にあふれています。チョコレート店やお土産物屋さん、さらには羊毛製品などのお店がたくさんありますので、ショッピングを楽しんでください。注目はアーケードの入り口にある仕掛け時計。童話の世界にあるようなユニークな姿です。馬に乗った騎士が回転したりする様子が見れます。次にご紹介させていただくのはフリーマントルマーケット。フリーマントルマーケットはパースから電車を使って30分ほどで行けるマーケットです。ただし週末にのみの開催ですので注意してくださいね。140年以上も前から開かれているマーケットなのですが、現在でも多くの人が訪れる人気のスポットになっています。マーケットでは新鮮な果物や野菜に魚介類などが販売され、庶民の台所的な役割も担っています。通りではパフォーマンスも行われ、見るだけでも楽しい観光スポット。お土産も売っていますので、お土産探しに立ち会ってみるのもいいでしょう。次にご紹介させていただくのはスワンバレー。西オーストラリアで最も古いワインの生産地なのがスワンバレーです。パースから車に乗って北へ25分ほど走ると目に入ってくるのがスワン川沿いに広がるブドウ畑と綺麗な街。さまざまな規模のワイナリーがあり、フード&ワイン街道には150軒以上のワイナリー、カフェ、レストラン、ショップなどが並んでいます。試飲ができるワイナリーもあるので、じっくりと味見してお好みのワインを購入してください。ワイン好きやグルメ好きの皆さんには外すことのできない観光スポットですね。次にご紹介させていただくのはウェーブロック。ウェーブロック、パースでは外すことのできない人気の観光スポットです。高さ15メートルもの巨大な岩が全長110メートルにわたって続いているんです。まるで大波のうねりのような形をしていることからウェーブロックと名付けられました。世界中を探してもこのような岩にはなかなかお目にかかれないでしょう。なんと27億年前の花崗岩がわずかずつ浸食されて作り上げられた美しい曲線美。実際に目の前で見る光景はまさに圧巻です。ウェーブロックに上がるとレイクマジックという湖が一望でき、一味違った景色が堪能できます。次にご紹介させていただくのはランセリン大砂丘。ランセリン大砂丘は西オーストラリアの雪とも称される美しい砂丘です。その姿はとても威厳があって、青い空と真っ白な砂の対比が何とも言えない美しさを醸し出しています。ツアーを利用すれば大砂丘を 4WD で滑走したり、砂丘で砂滑りをするサンドボーディングが楽しめたりします。ただしこのサンドボーディングを体験する際には、滑り降りたらあとは自力で砂丘を登ることになり、かなりの体力を有しますのでご注意を。でも滑っている間だけは本当に爽快感に満ち溢れています。次にご紹介させていただくのはカバシャムワイルドライフパーク。カバシャムワイルドライフパークは2003年にオープンした動物園です。自然の景観を生かし、東京ドーム860個分もの広大な敷地を誇るホワイトマンパーク内にリニューアルオープンしました。オーストラリアならではの動物たちといっぱい触れ合いたい方には訪れないわけにはいかない動物園ですね。コアラやウォンバットとの写真撮影ができたり、カンガルーの餌やりも体験できます。おすすめのウォンバットやコアラのほか、ウサギ、アヒル、ヤギ、ロバ、
牛などにも触れることができます。ラクダに乗ったり羊の毛刈りショーがあったりと、小さいお子さんでも十分に楽しめますね。次にご紹介させていただくのはロッキンハム。ロッキンハムはコンパクトながら十分に楽しめるリゾート街です。パスから南へ約50キロ、海洋生物の楽園とも呼ばれる場所なんですよ。イルカ、アシカ、ペンギンなどのさまざまな海洋生物が住む海や、緑に包まれた自然が広がります。イルカツアーに参加すれば、ボートに乗ってイルカを見に行ったり、シュノーケリングでイルカと一緒に泳ぐことができます。ビーチも浅瀬ですので、海水浴に適しています。そのため夏になると大勢の皆さんがビーチを訪れ、にぎわっています。ヨット、ボート、ジェットスキー、フライボートなどを楽しむ人も多いので、ロッキンハムを訪れて挑戦してみてはいかがでしょうか。最後にご紹介させていただくのはマーガレットリバーチョコレートカンパニー。マーガレットリバーチョコレートカンパニーはパースで大人気のチョコレート工場です。1999年創業。パース市内以外でもスワンバレーやマーガレットリバーに店舗があります。店内に入るとトリュフ、チョコレートバー、ロッキーロードなどのスイーツやシュガーフリーのチョコレートなど、さまざまな種類のチョコレートが並び、甘い香りが漂っています。カウンターでは無料の試食も OK ですよ。おすすめは砕いたマカデミアナッツが入ったマカデミアクラスターズトリュフ。実はオーストラリアはマカデミアナッツの原産国、本場のマカデミアチョコレートが味わえる工場なんです。今回はパースのおすすめ観光スポット15選として、オーストラリアはパースにある人気の観光スポットをご紹介いたしました。いかがだったでしょうか。オーストラリアにはシドニーやメルボルンといった近代的な都市から、パースのように世界一美しい街と呼ばれる都市まで、様々な顔があります。ゆっくりとオーストラリアを味わうのにふさわしいパース、ぜひ訪れてみてくださいね。旅行の達人が運営する LINE アットに登録すると、お得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。